海 -2 はアメリカ海軍の潜水艦 f 級潜水艦の2番艦当初の艦名はバラグーダとしてカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄鋼所で寄港した1911年11月17日に海 -2 と改名1912年3月19日に AR ロルフによって浸水し1912年6月25日に 海エル中中尉の指揮下収益した。太平洋水雷小艦隊第一潜水艦部隊に配属された海マイナスには、小艦隊の基地であるサンペドロからサンディエゴの間で作戦活動に従事した。1914年8月から1915年11月まで海マイナスにはハワイ諸島で艦隊とともに水中艦の運用及び戦術開発を行い、 重要な役割を果たした。1916年3月16日から1917年6月13日まで限定収益状態でメアアイランド海軍交渉で保管された後、海マイナスには太平洋艦隊潜水艦部隊が1分艦隊の帰還となる。サンペドロ沖での作戦活動に復帰すると、水上及び水中での演習、水雷演習、水中の 核心度における平行実験、新たな潜水艦の乗員たちの訓練に従事した。海マイナスには1919 19年9月18日にサンペドロで予備役となり、訓練生の訓練に使用された後、1922年3月16日にメアアイランドで退役した。その後1922年8月17日に売却された。ありがとうございます。